皆さんこんにちは、りょうかです。今日は皆さんにご報告があって動画を撮っております。この度ですね、私が作ったお洋服を販売することが決まりました。イエイ。はい、私が作った服っていうのはどういうことかっていうと、このオールインワンとか、ちょっと前の動画でもトレンチコートとかベージュのジレとかを、なんか服のね、最近の夏服ルックブックとかで出してはいるんですけど、ですね、最近実は服を私が一から縫製したっていうわけではなくて、自分でデザイン、なんかデッサン、服飾の勉強してないのでお絵かきだったんですけど、そのデッサンからメーカーさんにパターンとか作っていただいて、それで調整してこうしたいこうしたいっていうのを決めながら、お洋服をね、自分用に作ったんですよ。はい、この服の販売が決まりました。服をまずなんで作ったかっていうと、実は作りましたみたいなのをお載せした時に、販売してほしいですっていうお声をありがたいことにいただいて、でなんとですね、友達とかからも買いたいから売ってみたいな、絶対売った方がいいよみたいな、すごい言われて、そうだな、販売できるのかなそもそもって思って、メーカーさんに確認して、で販売できますよっていうことになって、じゃあ販売しようっていう風に至ったんですけれども、そこからですね、ちょっと時間がかかって、なんでかっていうと、私サイズで作っちゃったので、販売したとしても多分着れる人少ないというか、本当に高身長の方しか着れない服だったんですよ。でもやっぱりその私にリアルにマジで買いたいみたいな言ってくれた友達とかは155センチとかだったかな、で155で多分これは絶対着れないなって思ったので、なんか身長が低い方でも着れるように S サイズも作りたくて、それならで SM で作るためにちょっとお時間がかかりました。今回ですね、私が M サイズなので S サイズの着用として、ですね、リーンモーメントっていうブランドのディレクターさんの谷川奈々さんっていう方がいらっしゃって、よく最近ね、撮影とかでお会いするんですよ。で奈々さんがもうぴったりすぎて、ちょっとお願いして実は着ていただいたので、そちらをご覧いただければなと思います。オールインワンはもう何よりも着るだけで足が長く見えるのがすごい特徴で、あとね、私の中で大事なポイントは、食べてもね、下っ腹が気にならないのがすっごい良くて、私すごいイカ水で食べたらすぐお腹出るんですよ。それが気にならないように、バストの下あたりに結構高めの位置にウエストの切り替えを作ってるんですよ。なのでそっから下ストーンってこうワイドに落ちている形なので、割と下っ腹もね、ポコってなかなか見えないように、気にならないようなデザインにしてて、あとプラスでこういうオールインワンはだいたいポッケがついてない。本当にポッケつけてって思っていつも思うんですよ。だからポッケもつけました。で後ろがゴム、ちょっとゴムを入れてもらってて、ご飯を食べた後にお腹が出ても苦しくならないように後ろにゴムを入れました。なので程よくフィットするかなと思います。でプラスオールシーズン着れる、これはなんか素材感なんですけど、割と薄すぎず分厚すぎずみたいな素材にしたので、今だったら本当に夏は暑い時はね、キャミソールとかタンクトップとか白 T とかで合わせて着れるような、秋冬になってきたらどんどんこう、ハイネックのね、ピッタピタのニットとかあるじゃないですか。よくユニクロとかで大体みんな毎年買うやつそのユニクロみたいのニットとか合わせて着れるし、割と何でも着れるんですよね。あとは黒だからね、色はねすっごい迷ったんですよ。でも黒がやっぱ結局ね、引き締まって見えるな。ベージュとかグレーとかのそういう試しでね、ベージュで作ったんですよ確か。でもなんかやっぱ黒の方が引き締まって見えるねって思って黒にしました、結局。はい、あと全然シワにならない。私これ一回洗濯しちゃったんですけど、全然シワにならずに着れてるので、ネットでね、裏返して、毛玉にならないようにネットで裏返してネットに入れて洗濯機回すって感じだと洗えました。普通にシワにもならなかったです。ただ理想はね、クリーニングですけど、はい、そんな感じです。次トレンチコートは
まず何よりもスリーウェイジレとして着れて、で上のジャケットもジャケットだけで着れて、かつトレンチコートとしても着れるスリーウェイなんですよね。で素材もめちゃめちゃ冬って感じでもめちゃめちゃ春って感じでもなくて、本当になんかこう程よい分厚さで、春から秋にかけて、まあ、真冬の本当にダウンとか着る時期は着れないんですけど、それ以外は大体着れるなっていうトレンチコートに仕上げました。で長さがね、まず何よりも長め、もうね大事、なかなかないんですよこの長さが。であとシルエットはなんか割とちょっと若干ね腰位置を高くベルトとかを高めに持ってきたので、それこそ本当に足長効果があるようなシルエットにしています。でまあ本当になんかもう装飾とかもめっちゃ普通、超ベーシックなトレンチコートなので、まあなんか流行りがなくて、まあ、2,3 年これ一着で済むような感じにしてます。あと若干ね生地感は少し光沢があって高級感があるような素材にしたかったんですよ。で結構触り心地は滑らかです。ザラッとしてるとかじゃなくて普通に滑らか。あと何よりもこれ一番のポイントがシワになりにくい。なんかトレンチコートってお店で飾ってるとめっちゃ綺麗なんですよ。でも意外とご飯とか行ってたら大体結構椅子とかにパタってソファーとかにこうかけたりするじゃないですか。そのもうなんか30分の一瞬とかで結構縦にシワが入ったりとかするやつ、私すごい経験あって、それがでそれがシワになりやすい素材がめちゃめちゃ多くて、で今回はその長時間、もちろん畳んでスーツケースとか入れて持ってったりしたらシワになっちゃうんですけど、まあ普通になんかこう生活している上でさらっとこうジャケットかける風で椅子とかにかけてもシワになりにくいような素材にしました。これが私のこだわりですね。はい。であと3つ目がこのバッグね。バッグはなんか販売するってなった時に、えじゃあなんかついでにもう1個作っちゃおうみたいな感じで、そうちょっとわがまま言って作っちゃったんですけど、これは光沢あるコーデュロイっぽい滑らかな素材にしてます。こういうコーデュロイっぽいちょっと艶やかな素材でちょっと光沢感のある素材にしました。これがこういうのが可愛いから欲しかったっていう純粋な作り、はい、純粋なね欲しいものを作ったって感じなんですけど、まあ、これだったら結構ね意外と大容量なので、あと肩掛けできるから、私はなんかスーパー行く時とかね手にこうやって持つじゃないですか、だいたいエコバッグって。でもね私ここにめっちゃ内出血できるんですよ、重すぎて。で肩掛けしたいって思ってたから、肩掛けできるバッグをねちょうどいいサイズを作ったっていうのと、あとまあ他だったら学生さんだったら学校のねトートバッグ肩掛けできるサブバッグが欲しいって思ってたっていうのと、あとやっぱお子さんとかいらっしゃる方だったらなんか子供用のねなんかいろいろね持っていかなくちゃいけないものあるじゃないですか。だからそういうのを入れられるバッグであってもいいなって思うし、まあ、あとはペットがいらっしゃる方はお散歩の時とかにねポッケこうやってサクッと入れて持っていけるのもいいなって思うし、まあ、純粋にみんなのこうサブバッグとしても使いやすいかなと思います。こちらこのバッグはね結構ねブラウンでシンプルな素材なので、メンズの方でもね使っていただけるかなと思います。まあ普通の、まあ、トートバッグみたいなもんですよね。でも何もロゴとかも入れてないので本当にドシンプルなバッグですという感じです。で発売日が一応7月24日の土曜日の20時から販売っていう風にしてます。でも予約販売でちょっと今ね生産してくださいって言って一応頼んでいるんですけど、9月10日納品ですって言われてて、まあ多少前後するかもしれないです。早くなったらもちろん早く発送しますし、ちょっと遅くなったらもちろん皆さんにご連絡するんですけど、7月24日の土曜日の20時予約販売となっております。でストアをねとりあえず仮で作ったんですよ。でも私ブランドとかそういうの作ってないから名前をどうしようと思って R っていうね涼花の R っていうストアにしてます。はい、ちょっと簡易的なストアなんですいません。でその9月とか納品次第もう出来次第私の自宅に送られてくるということで、はい、在庫がね私の家でしっかり私が一個一個検品して
一個一個梱包して送らさせていただきますはい、まあ、ブランドとかね持ってたらねもっとちゃんとあの在庫をねストックとか管理できるんでしょうけど、ちょっとですね今回はい私の、ね、急遽の販売だったので私のお家で、まあ、なんかメッセージかなんか添えてお送りできたらなと思います。結構数は作ったので多分そんな秒で売り切れるとかはないと思うんですけど、ぜひ欲しいなって思ってた方に届けばいいなと思います。思った以上に私なんかさセールとかでさみんな 50% オフとかするから原価めっちゃ安いって思ってたんですよ。でも ああいう大きなブランドとかって大量生産するから原価がめちゃめちゃ安いらしいんですよね。でも私大量生産じゃないしそんなねブランドさんみたいに大量生産ではないからまさかの、ね、原価が思った以上高くてなんかあこんなするんだみたいななのでできる限りのなんかこう極限にね下げたんですよ。でも意外とあと発送量も意外と高いんだなと思ってそう初めてこの試みで初めて分かったこと、うん、そうだからそういう面で確かにブランドで大量生産するっていうのは強いなって思いました。そう、まあ、でもね、まあ、今回はね別にブランドとかじゃないし、まあ、私個人のね販売なので、まあ、いろんなね送料とか原価とかっていう感じで価格設定をしているのでそこもご了承いただければなと思います。では最後まで見てくださってありがとうございました。今回はですね服の販売のご報告という動画になってしまったんですけれども、また次からはね普通にいつも通りの更新をしていこうと思うのでぜひ見ていただければ嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。